まあ役者さんっていろいろ、いろんな、まあみんな上手い役者さんなんですけど、どこに置いた方が一番機能するかっていうのを、で、その人が輝ける、ここに置いた、こういうメンツだったら、ここにこの人を置いといた方がって、まあそれこそ人事じゃないですけど、やっぱりなんか大切だなっていう気がする。だから、人気者を寄せ集めただけだと、やっぱ難しいし、っていう感じもちょっとしたんだよな。はい、今回はですね、前回ユニコーンに乗っての最終話と監獄のお姫様ですね、比較動画を出したんですけど、その後半部分、もうほぼね、監獄のお姫様よりの、レビューになってますので、よろしくお願いいたします。2017年の作品なんですけど、これはね、1、2、3話まで見たけど、抜群に面白かったですね。だから、やっぱ面白いものってっていう、だからたまたま比べられちゃったっていうのと、ちょうど TBS 同士だからっていう ただそれだけなんですけど、なんだろうな、1話からやっぱりその最後までの構成、45分10話の使い方、時間の使い方と、やっぱ構成をちゃんと考えられて作られてる感じがするって感じですね。で、宮藤官九郎さんで言えば、このま、この後のなんだっけ、俺の家の話か。俺の家の話とかのもそうですけど、大枠の、まあもちろんそれはプロデューサーさんとかのとのね、そのタッグで作ってるんで、そうもするんですけど、1で、なんかやっぱ情報の出し入れのうまさかな、1、2、3話で見たら。1話でこれを見せといて、2話でこれを見せといて、3話でこれを見せといてっていうのがなんかできてるドラマのような気がします。最後まで見てないかわかんないですけど、はい。そんな感じがしますね。だから、全然退屈しないと。そんな感じで思いました。視聴率はどのぐらいいったのかな？ちょっとよくわかんないですけどね。そんな感じで期待してると。で、あとやっぱり見て思ったのは、だから、これと比べてみて余計思ったって感じですね。やっぱ映像はやっぱ紙芝居だから、やっぱ絵で映るもの、それはなんかシナリオとか書くときも言われるんですけど、絵にならないものは映せないよと。僕はあなたのことを思ってるっていうのをどう絵で見せていくかとかね。僕はあなたを嫌いだっていうのをどう絵で見せていくかっていう、まあそういうもんなんだろうなと。だから、あとはその絵代わりの楽しさであったりとか、そうですよね。だからやっぱり1話とかやっぱうまいですよね。自分もまあ、監獄のお姫様って、やっぱ工藤官さんだと思って、なんか予備知識なくて見たんですけど、やっぱり誰がどういう人なのか、もうこれはもう相関図あるからね、もう見えちゃってるんですけど、この一人一人の立ち位置であったり、事情をうまいことこう、なんだろうな、よく説明台詞ってあると思うんですけど、なるべく極力説明台詞を使わずにこうやっていくと。その辺がやっぱりうまいですよね。だからあとは一つのキャラ付けとして、まあ例えば小泉今日子さんが、なんだっけ、もう演じるなれだっけ、佳代さんですね。馬場佳代さんが、なんだっけ、お静かにじゃなくて、なんだっけ、冷静にか。冷静にっていう言葉を作ることで、その人のキャラ付けが出てきたりとか。で、あとは、やっぱキャスティングがうまいところは、まあ、1、2、3、4、5人なんですけど、こことここと、まあ、だから、これで言ったら、その双葉さんっていう、満島さんがちょっと別のところにポコッといる感じ。だから、で、その次にポコッといるのはこの人で、で、こっちから見た。で、あとはこっちが、まあ、この人、この人という。感じになってると。だから色で言ったら赤、色では言えないな。 まああとはなんだろうな、工藤官さんの好きなそのね、なんとかもの、な戦隊ものとかにこう例えてするのもうまいですしっていう感じですね。猫背椿さん出てますね。なんか好きなんだよな。年取ってきたらなんか猫背椿さんみたいな人好きになりますよね。なんでだろう。これすごいな、薬物中毒。そんなあれあるのかなっていう感じですよね。で、ここにまあ賢治さんもおられてっていう感じ。でもまあ、なんだろうな。1話はどうしても説明になりがちだから面白くないとかってね。で、2話からが勝負だっていう見方もあるけど、やっぱり1話から面白くしないとダメだよねっていう感じはすると。だから今期で言えば、今期というか、最なんかちょっとなんかスロースタートのやつも多いしね。面白くなってくるのが。そういうのもあるんで、そういうのを見たらやっぱり構成って大事だなと、思うっていうのと、あとはその先ほどのその場所で言ったら、これ刑務所ものとしてね、こう出てくるんですけど、
やっぱそう、刑務所ってやっぱり知らないじゃないですか。知らないこと多いから、これこういうのはこういう言い方をするんだよなとかさ、まあそれはもう職業もののあれなんですけど、ちょっとしたあるあるとかさ、うん、知ったら、へえそうなんだとかさ、本当か嘘か分かんないけど、ドラマだから、あのバッジがどうしたこうしたとか、こういう呼び方をするんだとか、こういうことがあるんだっていう、そういうのもちゃんと取材をした上で、ちょっとお客さんがへえって思ったことをちゃんとあの物語に取り入れていくとか、まあやっぱりその時代に残る脚本家さんだなと、うん、改めてちょっと思ったって感じですね。その後どうなるか分かんないですけどね。はい、そんな感じです。で、うん、だからやっぱ舞台設定の重要性、単純に面白く見える設定とか、うん、なんかよく言うんですけど、昔なんて嫁姑ってた絶対なんかあるじゃないですか。絶対なんかある設定にやっぱりしとくっていうことですよね。うん、あとはそのなんだろうな、やっぱり昔からあるそのフォーマットを、その現代、まあ牢屋ものっていうか、そういうものっていうのはあるのはあるんですけど、それをじゃあどうやって見せつけるか、だからなんかプロデューサーさんの話もあったけど、基本的にはなんか昔はなんだっけ、その若い子がわちゃわちゃしてるのをクドカンさん書いてたけど、とりあえずなんかおばちゃんたちって言ったらね、全然みんな綺麗な人だからあれだけど、ちょっとなんか豊島のおばさんって言わない方がいいのかな、そのお姉さんたちですね、お姉さんたちがわちゃわちゃするのをちょっと作りたかったみたいな、でそれをじゃあ牢屋でなんとかみたいな、なんかそういう最初はそういう組み合わせでまず作っ、なんか企画が考えられてて、でそれから多分時間の軸がちょっとちょっと変わった感じで出てきたりするんですけど、その辺は後から作ってきたんだろうなと。でもじゃあそれをどう見せるのか、時間通りにやった方が面白いのか、こういう形にしてやった方が面白いのかっていう感じで多分考えられてたっていう感じだと思いますね。うん、であとはやっぱなんかね言ってたんですけど、やっぱその物語としてのやっぱあらが見えない工夫をしてると。で物語って基本的にはやっぱ作り話だから、うん、だからそれこそなんかこの前読んでたなんか石平さんっていうあの小説家の人がいるけど、詐欺師とかホラ吹きとかなんかそういうやつら、うん、やつらもそうだし、なんか架空の物語をでっち上げて人を楽しませたり悲しませたりするのが、そのなんか何かを作る人の仕事っていう感じがするんで、そういう意味ではそのどこまで行ってもフィクションだから、だからフィクションの中にどれだけちゃんとしたなんかを行くとか、なぜこの人がこうなったのかとか、あとそのドラマで言えばなんか最近時々あるのが、なぜこの人のことを好きなのかわからないとかさ、うん、そういうのってよくありますよね。だからそれとかも、あ、こうなったら、あ、確かに人はこういう感じのところを見せられたらちょっと好きになっちゃうわとか、やっぱそこの最初の好きのところのをちゃんと書くとか、なんかそういうなんかその昔ながらではあるけど、なんかちゃんと押さえていけないところを突飛な話だからこそちゃんと押さえてるっていう感じはしますねっていう感じですかね。うん、あとなんか好きなセリフがあったんだよ、ちょっと面白かったの。あ、そうだ、中谷美紀さんかな、中谷美紀さんじゃない、坂井真紀さんだ坂井真紀さんが女優がなんとかなんとかって、それちょっと面白かったんで、後でちょっと見つけたら書いておきますね。うん、それちょっとね、ニヤッとしちゃったっていうのと、あともう一つぐらいね、ちょっと面白いのあったんだよな。うん、あ、いいなっていうね、感じがありましたっていう感じですかね。うん、あとは、結局は、これはね、秋元康さんのドラマで言ってたんじゃないかな。赤いナースコールで言ってたけど、基本は人にはそれぞれ事情があると。うん、ね、人生の中で生きてる事情があって、その事情と事情がぶつかり合ったり、なんかこう、一緒になったりするのがドラマだよと。で、それからそこがまた変化していくってことですよね。誰かと会うことによって、この人がまた変化して、この人がと会うことによって変化してっていう、なんかそういう、なんだろうな、人生のなんか流れ方というか、なんか、うん、まあその辺とかはそのなんとなく見える太いその物語としての軸と、なんだろうな、なんだろうな、それは多分作家性とかにもつながっていくとは思うんですけど、なんかそういうのもなんかふんわり見える作品になるのかなという感じはしますよね。だから本とかもほら、最初この人がこういう作品を書いて、次はこういう作品を書くて、次はこういう作品を作って、まあ音楽とかでもそうですよね。昔ながらのアルバムっていう単位で言ったら、ファーストアルバム、セカンドアルバム、サードアルバム、どんどん変わっていくと。だからそこを見るのが、まあドラマの楽しみかなっていう感じですね。だからそういう意味では、そのドラマも、まあ基本的にはバカみたいに見てはいるんですけど、その中でなんか今のドラマと、
な昔のドラマ、あとはその面白いドラマと何が違うのかっていう感じですよね。うん、じゃあ最後にこれ何本、うわめっちゃ話してるな。最後に火曜ドラマですね。火曜ドラマ、どんな感じになってるのかと、ちょうど監獄のお姫様あったか、監獄のお姫様とかいきますかね。2017年がカルテ、まあこの中で言えばカルテットは自分も見たかな。でもあんまりハマんなかったんだよな、うん、ちゃんと見てないからかな。あなたのことはそれほど、これ面白かったんですよね。俺ちょっとこれ好きです。春さんの中ではもう自分の中では好きな方ですね。カンナーさんこれ見てないと。で監獄が今見始めてるやつですね。で次2018年ですね。君が心に染みついた、住みついた、これ知らない、知らない。であこっから見始めてるんですね。ちょっとね、義母と娘、これはね評判でしたもんね、うん、で中学生日記で、終わりと。で次の年が初めて恋、これもなんか最初なんだこれやと思ったけどね、あのこれでなんか一躍横浜流星さんがピンクの頭、ピンクの頭って言われて、まあスターダムになるって感じですね。で私定時で極楽、この辺はちょっとね失敗作って言われてる感じのやつですね。で G 戦場、 G 戦場もまあ幾人さんでなんとかのは嫌いじゃないんですけど、なんかあんまり乗れるような乗れなかったようなって感じですけど、でここでいった恋が続く、これはもう一応流行ったっていう感じですよね。で渚さん、だから皆さんそうですが、ちょっとあのユニコーンも渚さん系になるのかなみたいな感じのところだったのかな。うん、まあそれのこともあるからねっていう感じですね。この恋自体はそうですね、ちょっとそんなにっていう感じでしたけど、まあみんな頑張って作ってるんでしょうけどね。オーマイボスはなんか文句言われてたけど俺好きだったんだよな。聞かざるはちょっとしなくて、ちょっとねなんか自分の中ではですよ、自分の中ではちょっと TBS 火曜日なんかちょっとなんか若干瞑想っつうかなんかしてる気もするんだよな。なんかパッちょっと最近この2001年オーマイボスからの後ぐらいからなんかあんまりハマるのがないんだよなっていう感じですね。っていうことは次、TBS 持ち上げとか大変だな。今度は吉田絵里香さんですね。君の花になるっていう本田翼さん主演のドラマになりますけど、あそうだ、あと思ったのはだからこのキャスティングってあるじゃないですか。だからだんだんまあそれこそ CM とかとね連動してるからまあしょうがないっちゃしょうがないんですけど、なんだろうな、やっぱりこのまあ役者さんっていろいろいろんなまあみんな上手い役者さんなんですけど、どこに置いた方が一番機能するかっていうのを、でその人が輝ける、ここに置いた、こういうメンツだったらここにこの人を置いといた方がって、まあそれこそ人事じゃないですけど、やっぱりなんか大切だなっていう気がする。だからその人気者を寄せ集めただけだとやっぱ難しいしっていう感じもちょっとしたんだよな。うん、だからそれもちょっといろいろ考えていかないといけないかもしれないし、あとは今後ドラマを作る人がそれこそなんだろうな、ながら見視聴に最適なドラマっていうのも一つの作り方ではあるじゃないですか。ながらで見てくれる、うん、面白くもないけどそんなに悪くもないとかさ、うん、そういうところを目指して作っていくとどん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 もう、まあ、なんだろうな、なんだかんだで見てはいるけどこれからどんどんやっぱり減っていくからねっていう感じもするから、うーん、やっぱ面白いの作った方がいいような気はするんだけどな、うん、というかその作り手さん側がですね、うん、まあ一応そんな感じだから、あとはそうなれるようななんかをこう体制をやっぱり作っていくっていうことだと思うんですけど、はい、そんな感じ、結構真面目に話しましたよね今日はね。はい、じゃあそんな感じ、ちょっと長くなっちゃいましたけどね、また新しいドラマも始まるし、まあこれから最終回のやつもあると思うんで、そちらも楽しみにしていきましょうということで、花太郎でした。